ケツです。ルーザーピアノ初級前奏動画の今日は4になります。小節で言うと5、6小節になります。ここの右手、左手とそして両手で合わせる練習をしていきます。ではこの前奏の1小節目から今日練習するパートまで一度弾いてみます。では早速説明していきます。2番の人差し指と5番の小指でラのシャープ、そしてファですね。はい、そしてもう一度ラファと、このようになります。こうですね。はい、そして次に、はい、ここはですね、これまでのフレーズと全く一緒なんですよ。はい、そして6小節、ここも全く同じ弾き方になります。こうですね。左手なんですが、1、2小節でやった左手と全く一緒です。こうですね。はい、簡単ですよね。でも早速両手で合わせる練習していきましょう。まず右手が2番でラのシャープを弾きます。ここと左手が最初一緒ですね。はい、そして次右手が5番の小指でレに入るときに左手です。はい、そして3番の中指でラのシャープを弾くときに左手ですね。こうです。まあ、タイミングはこれまでの弾き方と全く同じですね。では次行きましょう。左手が3番でラのシャープです。ここもですね、弾き方のタイミングとしては全く同じになります。はい、こうですね。ここでのポイントは、これまでとですね、弾き方、タイミングがですね、もう本当同じです。ただ弾くところが、右手がですね、ラのシャープとファになっている、そこだけなので、そんなに難しく考えずにここはですね、練習していってもらいたいと思います。ではゆっくり3回練習してみましょう。では今日練習したパート、この動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。分かりにくかった、うまく弾けなかったという方はバッドボタンでですね、教えてください。弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。Thank you.